結局こちらのお米って炊くんですか？あまりね。わー、やられてる。コシヒカリで作ってるんだって。おいしいに決まってくれるんです。えらい、お偉いさ。日本のバターめっちゃ美味しい。パンもいっぱいある。パンいっぱい食べたい。すいません、バケット。こちらも入れて、足りなければくれるも。ありがとうございます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 。美味しい。ね、それウーロン茶だよね。それだからワインとかにするじゃんね。香りが立つみたいな。いつものやつ。赤身のまま食べられるじゃないですか。豚って赤身のまま食べられるんですか。じゃあ私が、うん、食べれる。食べれる。食べれる。本当ですか。なんかさ、これみずみずしくない。どうすれば豚肉を赤身のまま食べれるんですか。シェフ呼びますか。ぜひコメント欄から見た人はコメントで感想を教えてください。いい忘れないようにいいねとして、いいねも押して、常によく見るようにしてください。それではまた。